今日は夏野菜のキーマカレーをご紹介します。ナスビ、トマト、ズッキーニとひき肉を炒めて作る汁気の少ないカレーです。まずはじめにトマトの方を湯むきしていきます。まずヘタは取っておきます。包丁の先の方でですね、こういう風な形で切っていただけるといいと思います。後ろの方に少しだけ切り込みを入れます。このままですね、掘り込んでもらってもいいんですけども、フォークをですね、このヘタの部分に刺していただきまして、回しながらですね、やってもらうといいと思います。お湯の方はですね、しっかり沸いた中に入れてください。で、フォークをですね、少しずつ回しながら湯むきしていきます。全体的に剥がれてきたら、揚げていただきまして、氷水に入れます。粗熱を取っていただきまして、皮を剥いていきます。こういう形で綺麗に剥けます。はい、それでは材料を今から切っていきます。玉ねぎの方は少し粗めのみじん切りにしていきます。あまり細かすぎるとですね、溶けてしまってですね、食感がなくなりますので、ちょっと大きめに切っています。次にナスビの方を切っていきます。で、こちらの方を角切りにしていきます。で、こちらの方も少しね、大きめに切っていただけると火を入れると縮みますので、ね、で、切ったナスビはアク抜きと色が変わらないように水につけておきます。ズキの頭とですね、下のところを切っておいてください。で、こちらも角切りにしていきます。だいたいナスビとですね、一緒ぐらいの大きさに切っていただいたらいいと思います。トマトも角切りで切っていきます。トマトもですね、ナスビやズッキーニとだいたい一緒ぐらいの大きさに切ってあげてください。トマトとズッキーニの栄養素がですね、油で炒めることによって吸収率が良くなります。丸ごと煮込んで食べれるのでおすすめです。はい、それでは今から炒めていきます。まず油をフライパンに入れていただきまして、火をかけます。で、その中におろし生姜とニンニクを入れていきます。で、炒めていきまして、香りが出てきましたので、ニンニクを入れていきます。で、ここで塩を入れます。で、少しほぐれたら玉ねぎを入れていきます。これで玉ねぎとひき肉の方に火がある程度入るまで炒めていきます。で、ひき肉の方は潰しながら炒めていってください。潰さずにいるとですね、大きな塊になってしまいますので、潰しながら炒めることによってほぐれてですね、全体的に行き渡りますので。はい、それでは火が入ってきましたので、この中にですね、トマトを入れます。で、ズッキーニです。で、水を切っておいたナスを入れます。で、炒めていきます。それでは全体的に混ざってきましたので、調味料を入れていきます。ではまず小麦粉です。で、次鶏ガラです。これ少し混ぜていきます。ダマにならないように炒めてください。で、混ざりましたらカレー粉を入れます。で、混ぜていきます。カレー粉が入りますと焦げやすくなりますので、火加減だけは注意してください。粉っぽくなくなってきたら、またさらに調味料を入れていきます。まず水を入れます。で、次固形コンソメです。で、赤ワインです。ウスターソースです。で、ソースを入れることによってですね、コクが少し出ます。で、トマトケチャップです。はい、それでは混ざりましたので、約10分ここから煮込んでいきます。はい、それではこちらがですね、10分ほど煮たものになります。で、野菜の水分によってはですね、もう少し水分が残ったりするので、だいたいこれくらいまでですね、水分がなくなるまで煮てあげてください。で、こういう状態になりましたら、火を切っていただきまして、ヨーグルトを入れていきます。あまりですね、加熱しすぎますとタンパク質が固まってしまって見栄えがよろしくないので、火を切ってから入れるようにしてください。ヨーグルトを入れることによって辛みがまろやかになります。これで夏野菜のキーマカレーの完成です。小さなお子様や辛いのが苦手な方は、カレー粉を減らしていただき、かぼちゃを加えていただくと食べやすくなります。ぜひお試しください。